こんにちは。こんにちは。とりあえずあの左の人背伸びをやめてください。気づかなかった俺。確か宗男より背低かったはずだもん。ってことで今回は超初心者のためのなんとか、タイトルは忘れました、はい、で、スピニングベイトどんなの買ったがいいか、どんなラインを巻いたがいいかまでは解説しましたが、はい、今回は実調ということで実際にあのルアーを投げてみようと、はい、で今回はフリックシェイクです。フリックシェイクスピニングで投げるんだね、はい、で、まあ、これも紹介したんでね、せっかくなんで、うん、で、まあ講師宗男さんで左の原くんが初心者です。釣りどんくらいやったことある？5回は投げたことあるよ。5回は投げたことある。で、まあバスも30ぐらいで釣ったことあるか。釣った、うん、で、まあまあ確率言ったら俺すごい釣っとるよ。そうだよね、本当に 2,3 回しか行ってないけど3匹ぐらい釣ったよね。確率ではすごいよね。まあそういうことで、まあ原くんが宗男先生に教わりながらやっていきましょう、はいはい、じゃあ原くん今日釣ってね。釣る釣る、うん、頑張ってください、うん、行くぞ。あスピニングですね、まあ、適当トップのガイドから適当にこんぐらい20センチぐらい、20センチぐらい、15から20ぐらいで、うん、まあ適当なんですけど、うん、あれぐらいになるぐらいで、うん、ここが一番上に来るように。え、マジで？こうしとったよ俺今まで。こうしとった。ここ一番上に来るようにして。え、なんでなんで？だってさ、するこうしとった方がさ、もうそのままさペコってフリーやん、ドフリーやん、ドフリー。それがですね、うん、なんでなんでこっち、こっからすって人差し指をキュッて片手でかけれるところがいいんです。あ、回ってしまうと。あ、こういうこと。はい、うん、でカチッて、うん、でこれを起こすって、うん、落ちた。やべ、バレる、下手くそがバレる。まず上げて、これなんであそこ垂らしとくかって言ったら、これラインね、ピロンってあるでしょ、うん、これ引っ掛けて持ってきたら上がっちゃうんで、この分ちょっと上がる、うん、で、まあ、そっからカチッと解除します。ベールを起こします。はい、起こした、はい、でおいしょではなく、お竿、この竿のしなりを、ちょっと待って、最初の初心者の人は大体このまんま竿のしなりを利用せずにおいしょって投げるんです、うん、するとこう落ちるんですよ。はい、 なんていうの、まあ、限界があるんです。はい、なのでで、はい、この竿のしなりを利用するんですが、はい、前に飛ばすのに、はい、前にギュンではなく後ろにギュンって曲げる感じです、はい、でその後ろにギュンって曲げる、後ろにギュンって曲げる感じです。たら竿がよりしなると、しなる、はい、そしてその反発で、お、上手。キムがそれなんかかっこいいよね。でさ、それやったらさ、ビュッてかっこいい音がするんだよね。もう一回言って、もう一回言って、全然聞いとらんじゃん。おい、聞いとけよ。聞いてなかったじゃねえよ。原くん、じゃあちなみに今までの投げ方して、何にも、こうやってこう投げる。ああ、それが多分しなりを全く利用してない。そうちょこっとしなるんだけど、これとしなりでどっちが飛ぶか競争する。じゃあしなりを利用したキャストどうぞ。おお、はい、そこ、はい、原くん、しなりなし、はい、一緒だけど滞空時間がすごかった。
でもまあまああの個人的感想はビュって言うからかっこいい。ただねあれなんだよ、うん、この竿のしなり利用すると、うん、これだけでいいんだよね。ああ動かなくていいの。そうだねそうだね。原くんの使い方だとこうなるんだよ。うん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 。コントロールが、じゃあちょっと今同時に投げてみよう。そうかコントロールが悪くなるんだ。コントロールが悪くなりそう。なりそう、うん、じゃあ一回同時に投げてみよう。いいよせーの。あやばいやばい、失敗した。クロスクロス。あ大丈夫そうだね。やっぱあの原くんの方が疲れそうというか動作が大きいから毎回同じキャストってわけにはいきそうにない ね。 そうね。ダーツでもさ同じフォームが真ん中に行くっていうからね。何でもそうよね。五郎丸もそうですね。五郎丸のあの五郎丸の何五郎丸のあの忍者ポーズ。ルーティン、ルーティン。そうルーティン、ルーティンとは違うと思うけどまあまあ基本同じ動作を繰り返す方がコントロールはつくので、ち小さい力で大きい力を発生。教えてよ。うんかっこいいよ。そうそうそう後ろのしなり。いいじゃんいいじゃん。このねしなりを、あこれ壊しそうで怖い。そのごめん俺の勝手な見解だけどさ、しなりが利用できたらさ上に上げなくてもアジングロッドとかめっちゃやばいのだとやりやすいけど、こんくらいで投げれるんだよね。そう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 。こんなしないでもこんくらいで。そう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 。ふわって上に。これもっとしなったら、いや胸をくとでしよう。よか。いいよいいよ。こんくらいでこのめっちゃしなってるやんこれが。わあ見にくいな。ここだけでしなるから狭いところで投げたい時とか。うん。はこんくらいでピュッてこう。結構遠くに飛ばせるんだよね。そう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 。だからしなりの方がいい気がします。俺の感覚ではさ振った後に遅れてルアーが飛んでいく感じ、うんうんうん、ギュッてやった後に竿がこう前に出た後にルアーがシューって飛んでいく、うんうん、ダーツと一緒だよね。そんな感じだよね、うん、お上手。うまい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 。で力任せに投げたら竿と一緒のタイミングでルアーが出ていくんだよね。なんか言ったら俺の方が上手いでいいかなぐらい。いいよもう。はい。すいません横やりすいません。行くよ行くよ。パッて行くよ。うん。おお、うまいんじゃない？うまいじゃん。しかも綺麗な円を描いて結構遠くに飛ばせた。様になるやろ。おお。じゃあ他に何かありますか？キャスト。あとアクションまで解説できたら。はい。とりあえず初心者はフリックシェイクでってことで。そうですね、やったのでフリックシェイクのアクション。はい。さあそういうことで次はアクションの付け方、はい、まあそれ多分いろいろあるんだろうけどちょっとまずは超初心者のためだからいっぱい教えないで一番ベーシックな基本的なやつを教えてほしいな。わかりました。はい。そしたらまずさっきの通り投げますね。はい投げます。原くんももう上手。そしてで一番底まで落とします。それが分からんね。そこが分からんね。ラインが水面見てたらチュ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 って入っていくでしょ。やっぱ安物の糸やったら分からんってこと。これでも分かります。分かります。分かる、はい、水面のライン。あーっと待ってね これだね。チュ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 って入っていってるのが止まったらいいんですかね。ですね。あ止まった。ハルくんの止まったよ。チュ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 っていうのってことはもうそこにペタッてついてラインがダルーンってなって、うん、でそのダルーンってなってるのをちょっと取って、まあ要は糸吹けを取るってやつですね。はい。で、はい、そこからチョンチョンってチョンチョンって動かしながらゆっくり巻きます。今はどこら辺を取ってる。ボトムをズル引き。ボトムのちょっと上をズルン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 。でこれの今ボトムの上をズルズル来てます。ズルズルってこうこんなになりながら、はい、ズルズル来てますけど引っかからんと下に。でその引っかかる可能性があるんで、あのスピードをちょっと速くしてやったら簡単に上に浮きます。これ一気に 40-50 センチぐらいビーンと浮きます。なんで、まあ、ちょっと速くスピードを速くしてやれば上に浮くし、まあゆっくりゆっくりしたらそのボトムその底ら辺を
ずっとボトムというのは底のことですね、川底。はい、底のことですね。で、その魚がなんか浮いてんだろうなって思うときはもう着水してすぐしてもいいし、巻き始めてもいいし。そういう判断は、まあ、経験ですか。経験ですよね、やっぱ。まあ、じゃあ初心者の方は見えたバスが全部水面あたりにいるならすればいいし、ね、見えなかったらそこら辺して一回落としてみて、でどれぐらいで着底するかとか、うん、でいろんなことを試して覚えていくのがいいんじゃないかと思います。はい、で真ん中ら辺で釣れたら真ん中ら辺だとか、うん、でその素人は、初心者はやっぱ最初さ、今どこにルアーがあるのか分かんないや。そうだよね。それはどうなの、経験ですか。もう経験しかないと思います。経験ですね。何回も投げるしかないですね。でも引っ掛けてなくしてってしていくんだろうけど、うん、そうせんとまあ覚えていかないんじゃないかなっては思う。うん、じゃあまあアクションはこんな感じで。そうですね。でも、はい、あとアクションがこれだけじゃないんですけど、うん、いろんなことを自分なりにいろいろ試してやっていくのがやっぱりいいと思います。うん、俺的にはさ、そんなことやるかみたいなことを推奨する。なんか上手な人から見たらバカじゃねえのみたいなことでもさ、一通り試すこと大事だよね、が大事だと思う。アップショットとか、うん、そうそうそう、俺のただの浮き釣りっていうね、浮きワーム釣りっていうね、でいろんなこと試して、うん、だからダメなんだって分かったり、じゃあこれがいいんだとか、そのセオリーはあるだろうけど、うん、やっぱいろいろ試すべきだと思います。俺はセオリーから外れるのが好きかな。普通の素晴らしさを知るためにいろんなことで手を出す。別に釣りじゃなくてもいろんな。来たよ。お、釣れた。釣れた。おい、ナイスパース。おお、いいサイズ、いいサイズ。タモいるやろ。原くん、タモ取ってやって。あ、違うか。取り方教えてもらっていいでしょ。うわ、いいいいサイズ、いいサイズ。40ぐらいある。あー、絡まる。あ、絡まった。これやばい、こっちが来たがいい。もうタモで行こう、タモ。あ、糸が今度は絡まっとる。あ、そっち行っちゃダメ。耐える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 。タモ行けるか、俺やろうか。お願いします。は、原くんごめん、いい、タモ。じゃあ俺ね、ちょっと聞いてよ。し、あ、取れた。あ、でもやばい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 、これはやばいぞ。これどうすっと、やばい。もう一番伸ばしていいよ、原くん。外れた外れた、ナイスナイスナイス。ちょ、また俺がやるじゃん。もうそれでいい、それでいい、そのまま。もうとにかく早く取ってくれ。はい、はい、来い。よっしゃ、ナイスパース。すごい、解説中に。ありがとうございます。来ました。さすが。じゃあちなみに先生、今のはどこら辺にいたんですか。ボトムです。ボトム付近、はい、最初の解説通りのアクションで釣れると。 で、まあ綺麗に、これが綺麗にかかった、ね、おー、あ、合わせがうまくいくと、はい、こう上顎ガッポシ、 で、ちなみにこれ合わせ講座はすでに動画出してるので、合わせ講座で調べてもらえば出てくると思います。はい、これ何センチぐらい。42ぐらい。測ろうか。どこ行った。さすが先生、解説中に釣るとは。あ、なかったか。38か。38ですね。はい、こういってことで、まあ初心者はこういうやり方をしたら釣れますよということでした。さすが先生、ありがとうございます。はい。あ、ちなみに持ち方とか。あ、持ち方はまあ口のここ持つんですけど、はい、これまあよく言われるのが、これグリってやったら、うん、なんて言うんですかね、ここをグリッと、うん、こう、まあ、この手を支えないで、手だけでやったら、まあ、顎が外れたりっていうのもあるんですけど、まあまあそんな簡単には外れないです。だからまあそう簡単に外れることはないかなって思うけど、はい、まあ優しくするなら、まあ、まっすぐ、うん、ちゃんとなるべく両手で支えると。前出すときはもう、横にするときはもう指を支えてやって、はい、それではで、リリース、まあ、佐賀はリリース禁止なんだけど、リリースするときも
そっとね、まあ、そっと、まあ、水つけてこうちょっと縦にこうしてやったら酸素が行き渡って、まあとりあえず、はい、あの人に釣ってほしかったけどまあ多分釣れないのでここら辺にしときましょうか。じゃあ超初心者のためのバズ釣り講座、いろいろ試してください。嘘つけちょっと照れてんじゃねえよ俺いつもそれ全力でやってんだよ全力で俺やってんだよいつも。じゃあありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。